ガキにまで手伝わせるバカ野郎とは二度とごめんだ。早く乗りな。10時半よ、ビーン。どう？目は覚めた？仕方っつうものがあるだろうが、俺の目玉焼きでも作るつもりか。そんなんじゃ起きてくれないじゃないの。それより夕べはどうだろう。お金はちゃんと取ってきた？ああいったガキ連れてやたら打ちまくるドジ野郎が。で、今週のスケジュール。今週どころか今月はもうないわよ。最低でも4万ドルなんて高すぎるのよ。値下げして仕事を増やさないとやっていけないわよ。値段は関係ねえぞ。宣伝できねえってことが問題なんだろうが。警察の電話盗聴のテープは回してる。しかしろくなネタが入らん。所長は了解か？はい。何の用です所長？マジドア静かに開けんか。そんなことを言うために呼んだんで。仕事だ仕事。お前がいつもロードバスターに任せてくださいよ。やっとまともに張り合える車見つけたんだから。しばらく忘れてる。誘拐事件、一昨日グリムウッド社の社長令嬢がさらわれた。お前もそっちで待ってくれ。冗談じゃない。なんで俺が誘拐事件なんかに。なんかとはなんだ。グリムウッド財閥がこの市にどれほど税金を納めとるか知っとんのか。人質が殺されたりとかしたら市長からも叩かれる。運び屋の一角もできなくなる。モーリスです。モーリスさんよ。なんで直接帰るなり殺意に逃げ込むなりしねえんだ。奴らは
巨大な組織を持っていて、警察の中にも奴らに通じている者がいるようです。お嬢様についてグリムウッド国にあったとても、ここにたどり着けたのも不思議なくらいです。お願いです、あなたの車で屋敷まで送ってください。十二分な報酬をお支払いします。なぜこれを指グリムウッド財閥という情報部を、ここはすでにあなたは有名人なんです。いい、本当よ。警察の電話がその子に来ます。10分前から。ついたらキャッシュで側近だぜ。もちろんです。犯人と思われたり失敗した場合はこの子を置いて逃げるだけの話だ。どうしたの？今回はえらく塩らしいじゃないの。幼児誘拐だけは苦手なんだよな。ねえ、さっきの奴は誘拐犯の仲間かしら。人質を取り返そうとせずいきなり発砲したが、おかしいわよね。他に人から恨みを買うことは山ほど。ビリン、お客さんはどうすんの？後で始末屋に電話する。知らせてくれまして。本当に奴か？防犯カメラが捉えたものらしいんですが、ここです。ん？ロードバスターだ。ええ、でも問題は後ろの席の人物で、コンピューターで拡大処理したのがこれです。おい、こら、ジェシー・グリムウッド、そんな間違いありません。ロードバスターは今回の誘拐事件に間違いなくはんでますよ。そうか、大手を振って奴を追っかけられます。でかした。バスター、確実に息の根を止めてやる。脳みそが飛び散るまで引き潰してやるぞ。どう気分は、ミスター・グリムッド？よくないね、最悪だ。マスタードはつける？ああ、たっぷりと。ちょっといいか。何？わしの娘はチェルシーは無事に返してくれたんだ。もうお家か警察に着いてる頃だと思うわ。そうか、ラジオかテレビを見せてもらえんか。ダメよ、セマに怒られちゃう。彼女は一体君の何なんだ？私のラバーよ。君は年はいくつなの？失礼ね、レディーに年聞くなんて。すぐ出るんだから。ああ、ちょっと、あ、いや、ああ、ちょっと。
丈夫だ。ダメよ、カーペットを忘れちゃかなわないわ。私がさせてあげる。いやいや、今日はまだシャワーも浴びてないし汚いよ。じゃあ口できれいにしてあげるわ。君ね。